父くんいる？お父さんいますよ。お父くんと喋れます？お父さんと喋れますよ。お、電話変わってもらってもいいですか？はい。言っても、ジャンジャンジャンプそんな出たことないですよ、お父くん。そうですね、ジャンジャンジャンプ。めったに出たことない。ちょっとあれ、ちょっとだけね。うん。そうです、そうです。じゃあ、お父さんに変わりますからね。ただいまファンクラブツアーを終えたお父くんと電話で喋ります。はい、はい、今変わります。はい、お願いします。はい、じゃあお父さん。もしもーし。あ、もしもし。お父さんですか？はい、森崎先輩ですか？ちょっと違うな。あれちょっと違うな。お父さんですか？東川の観光大使さんですね。あ、僕のこと、はいはい。後ろずいぶん受けてますね。え、いやいやいや。お父くんではなく、これは？いや、お父です。いや、お父さんはお父さんですよね。ただ私はこの声をよく知ってますよ。知ってるんですか？あなたは、お父さんでは、まあお父さんなんですけど、お父さんです。僕の仲間のお父さんではなく、はい、お父さんのお父さんですね。あれ、なんで知ってるんですか？いや、この声間違いようがないですよ。お父栄一さんですね。はい、そうです。すんません。ご無沙汰しております。え、ちょっと待って、ちょっと待って、わかんない。なんでいるの、沖縄に。いや、なんちゅうんですかね。恋ちったから来たんですよ。あのね、恋ちったからね、沖縄に行かない、普通は。あのね、たくまのですね。はいはい。なんかやってたんですよ。たくまのなんかやってた。うん、ざっくりだな。まあでもさっき登るか説明してくれたからなんかわかる。もしもし？あ、どうも、お父です。あ、あなたは、お父さんのお父さんの息子さん。あ、どうも、お父さんの、お父さんの息子のお父です。あ、あなた、あれ、東川の観光大使さん。いや、それはもういい。つまり、もういいですか。つまり、俺が知ってるお父くんだな。はい、あ、どうも、お父です。どうも、ありがとうございます。俺があの、チンポの形までよく知ってる、お父くんだな？お、そんなに知ってる？知ってる、知ってる。あの、すごいあの、お尻の間のその血毛がすごい濃い。あ、それは濃いですね。いや、そんな話いいんですよ。ナックスで一番血毛が濃いというお父くんだな？いやー、リーダー。あ、間違いない。よかった。沖縄盛り上がりました。いや、お疲れさん、今日までだったんだよね。そうです。もう、お客さんにとっては3日間の短いツアーだったんですけれども、おとうたくまと行く陽気な沖縄。まあ、盛り上がりました。なんか天気心配だったんだけど。そうです。天気は、もう結構ずっと雨が続いてしまったんですけれども、はいはい、なんでしょう、お客さんの楽しむ気持ち。はい、そして、僕を求めてくれる気持ち。そして答える僕。自分でしょ、この登場効果。すごい。そしてもう、まあ、やってたことといえば、うんうん、まあ、お客さんに、まあ、いろんなところ行っていただいて、はい、あの、ホテルで、まあ、僕がちょっと、ディナーの間にショータイムとして出てきて、うん、お話ししたり、歌を歌ったりとか、うん、あと、チュラウミ水族館に行ってもらったりとか、うん、あと、シーサーの絵付け体験、シーサーのね、こう、粘土で作ったやつに、それぞれが絵を描く体験っていうのもしてもらったりして、でもその絵をつけるときに筆であの絵の具をつけるんですけれども、うん、その筆の毛がよく抜けるんですよ、うん、でその毛が抜けている、うん、しまっているお客さんに対して、うん、いやーこんなに毛が抜けてるんだったらリーダーにこの毛あげたいねなんて言って笑い取ってました。僕いらねえよそれ。夢は受けましたリーダーおかげさまで。エピソードとしていらねえよ。そうですか。まあでも他にもね、またディナークルーズってちょっと那覇からね、なんと港から出ていく、そう、船2時間半も出航している船の中で、うん、もうおしゃべりしたり歌も歌ったりしてね、本当にもう、多分ね、もし万が一今日リーダーのファンが沖縄ツアーに来ていたとしても僕のファンになったと思いますね。ファンドロボ。完全に。はい、ファンドロボになったと思います。え、でも豪華だね、クルーズまであってっていうのは。いや、そうですよ。そして、リーダーまだ行ったことないですよね。まだやってないんだよ。これはリーダーの番がいよいよ多分そろそろ来ると思いますから。そうだよね。そしたら今回船ですからリーダーの時どうなるんでしょうね、もう本当に。いや、もうそれはもう飛行機で行くフランスブルゴーニュツアーじゃない？飛行機で行くフランスブルゴーニュツアー。うん、いやいや、リーダーはずっと香川県に行きたいって言ってる。香川。俺ね、あの、うどんかぶどうだから。うどんかぶどうか、うん。うどんかワインだから。まあそうですね、多分うどんになるんじゃないかな。あの、お父くんちょっと
ツアーの内容に戻りたいんだけど、はいはいはい、まあ、君のツアーが豪華で非常に盛り上がったっていうのはよく分かったよ。はい。なんでお前、親父いるの、そこに。それは、沖縄といえば、昔から、花垂れナックスというね、番組で、うちの父がサプライズ登場するでおなじみだったものですから、今回も、サプライズ登場してもらおうと。そもそも僕の40歳記念ということで、ああ、そうか、スタッフのみんなもいろいろと案を練ってくれて、それでお客さんが喜んでもらえるものってことで、その、うちの父を呼んでくれたということで、まあおかげさまでうちの父、そして、ついてきた母も沖縄旅行できて、僕もありがたい。またお母さんも言ってんのか。そう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 。とにかくお前の両親はな、とにかくあの、ええ、テレビ局の金とか、事務所の金で沖縄旅行してっけど。言い方しないでくださいよ。何なんだよそれ。いやいや、そんなことできるの？そんなことできるなら、ええ、俺家族連れてファンクラブツアー行きたいけど。いやいや、もうそれはでも明らか、それはあれですよ。でもショータイムに出てそれなりの仕事をしてもらわなきゃいけませんよ、家族には。ということですよ。奥さんに随分出てもらわなきゃいけないですよ。お前奥さんに普段のリーダーがどれだけっていう。両親はやったのか、じゃあ。それはもちろんですよ。セキュララな話をしてますよ。セキュララ言っときますけど、格好とかすごい格好して出てますからね、今回は。俺が見たこともないようなバラエティ仕様の格好で出てますからね。あ、そう。そっとしますから、ま、こっちは。それはね、まあ内容も楽しみだし、報告会、なんかいろいろ、あれか、ファンクラブの開放誌とかでやるのかな。そうです。きっといろいろあると思いますから、それ楽しみにしてる。あ、そうだ。でも今回もう一人タレント来てますから、リーダー。誰？大下ですよ。あ、いいわ。あのさ。え、あ、ちょっと待って、いいわで流さないでくださいよ。いや、別にいいんだよな。別にいいですか？はい、ちょっと変わらせてください。大下に変わります。はい。あ、もしもし。ちょっと待ってください。もしもし？ちょっと待ってください。え？あれ、また違う声だな。いや、私、大下です。いや、あの、栄一さん。はい。栄一さん。もうね、もう、あれじゃないですか、お休みの時間じゃないですか、もう。ちょっとね、したらね、本人にかちょっとね、声聞かせてやるから。とにかく、はい、電話を中継するときに必ず出るのやめてください。もしもし。あ、もしもし。あ、どうも、大下です。あ、お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうも。どうも。はい。じゃあね。いや、おい、ちょ、なんか話触れよ、ちょっと。ええよ。はい、どうもじゃない。わかった、大下、あれだって。なんかさ、さっき聞き逃したんだけどさ。はい。なんかこのジャンジャンジャンプにもファンクラブツアーに参加したっていう人から、何枚もメールもらっててさ、はいはいはい。メールが来てる、はいはい。うん。ちょっと悔しいから読みもしなかったんだけどさ。人のファンクラブツアーなんか悔しくて読まなかったんだけどさ、あ、僕向けにメッセージが来てるんですね。いや、ちょっと目に留まったものがあって、はい、ツアーでタクちゃんが泣いたって書いてあるんだけど、これ何なの？あ、ツアーでタクちゃんが泣いた、うん、これは、うん、これ内容言っていいですか？内容最後ちょっとうん、お父さんの弾き語りトークコーナーっていうのがあって、弟たくまの弾き語りトークコーナーっていうのがあるの？そうなんですよ。ディナークルーズ、船の上で、うん、まあその、まあ、ゲームとかやった後で最後にお父さんの弾き語りするコーナーが、まああるわけです。あって。で、やっぱりまあ、そのお父さんがセレクトした曲とかを何曲か歌っていて、まあ。弟がエレクトした曲？エレクトしてない。セレクトって。あ、セレクトか。選んだ曲な。おうおうおお。エレクトしてどうするんですか？お客さん聞きながらエレクトしたと思いますけど、いろんなフェチがあるなと思ったんだけど、そうセレクトな、セレクト、はいはい、そう、それで、うん、そのオフィス級メドレーである、まあそのまあ、今回のね、冬歌って、お父さんが作った去年のファンミーティングでも歌いました冬歌となって、まあ、ジャンボリー、2年に1回のジャンボリーではもうおなじみとなりました、君から続くっていう歌がありまして、それがまあ割と最後の方にね、まあ、歌ったわけですけども、まあ、そこでまあお客さんがすすり泣きがこう聞こえるわけです。お父さんの歌声とこの雰囲気とシチュエーション、船の上。お父さんが自分で歌う、君からつくって歌を。そうです。今日、ここで過ごしていた時間、楽しくて楽しくてですよ。ね、もう本当に歌詞が染みてぐーっとそういう雰囲気になってて、最後の挨拶で、
やっぱりこのお父さんもこう感極まってこうちょっとこううるっときたっていうことがあったわけです。いやもう本当にもう全員が泣いてました。これはもう全員が全員じゃねえだろ。いや全員です本当に。もうこれは本当にいい回だねって言って、だから社長が森の時どうするかって話して流れ泣く流れって大事だよねんだよ、まあ、こんな話をしたわけですよね。お結構じゃあ感動もあり、まあ、サプライズ、はい、笑いもありみたいなね。そうです、素敵なファンクラブツアーだったんだね。そうなんですよ。お前はどうだった？いや僕もあの本当に間近でお父さんの魅力をこうたっぷりとこう、ね、見せていただきました。そうか。聞いてねえですけど、話聞いてない人がそれあいつですね。あのね、大下君ね、はい、曲をかけようと思うんだけど。曲をかけるのね。やっぱり音拓磨さんのね曲をかけようと思うんだけど。あ、音拓磨さんの曲。あ、じゃあ音さんにも変わりますから、はい、ちょっと今さ。変わります？あの、変わったところであれなんだけど。切れたブチっつったけど、切れたね、変わるっつって切れたね。